街中にこの荷物ってバックパッカーみたいやな。目立つ目立つ目立ちすぎる。浴衣ミスってから頭こうなんでいけない。おはようございます。こんな大荷物で街中歩いてたらバックパッカーになったんかみたいな感じですが、なんか懐かしい懐かしい懐かしい。私は新鮮です今日はどこに行くかというと山です。彦根織サバ以来の山。うん、そうね。そして今回も、はい、その国の最高峰を目指してるので、はい、ガテマラ最高峰かつ、うん、なんと中米エリアの最高峰。おー、すごらしいです。やば。その名は、その名はマルコタフムルコ。惜しい。いや、惜しくない惜しくない。タフムルコ。マルコはチビマルコちゃん。わかった。チビマルコはチビマルコちゃんか、あの M リーグの赤坂ドリブンズの丸山花子選手。わからんえ、わかりませんということで、ね、バスに乗り継いで、はい、まずはまずはターミナルに行きます、うん、行きます。すげえイメージこんな感じかも。なんとなくここの中からサンマルコス行きのバスを探します。あった あ, あれお前は行こう。荷物が積み込まれました。ヌリート久々やな。ね、久々。ローカルのとこも近くにあったんやけど、ね、まあ、思ったより大きくなかったな、うん、ちっちゃかったからこっち来たら大きかったなイエーイ。これ揚げたていただきます。いい音してるし、めっちゃいい音してる。どうやばい、やばいやばい揚げたてですから。いいね。もうちょっと濃い感じがいいね。うんうん、今から山登るにはバッチリや。おお、いいね。持っていきたい。持ってきた。タフムルコ行きのバスに、なんか乗ったってより拾われた感がすごい。せわしない感じで乗り込みました。着いた。あのポトフリート食べてて、うん、お店から出たらそうどこ行くのみたいなね。どんどんどんタフムルコっつったらもういきなりスキンバスに。そこで待ってるお店。そうみたいな。1時間ぐらいかそっから。そうやね、すごいいっぱい人乗ってた。眩しい。アディオース、グラシアスさて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 、約3時間らしいです。1時間半やなえ半分。とりあえずこのなんか石畳みたいな道を進んでいくねんな、うん、さっきのトイレ貸してもらって飲み物買った商店の人に教えてもらった。ね、可愛かったな。子供たちも可愛かった。服装もみんな可愛い感じやったな、ね、ガテマラやっぱりマヤの人がすごい多いっていうのがね、ちょっとマッチ外れると余計に感じる、うん、すごいわかるね。すごい運んでる。ほらー、食べまーす。よいしょー、うん、結構海外の人も入ってるって言ってたの。うん、登山会社。そうそう、シェラに何軒かトレッキングツアーの会社があるらしくて、うん、でそのうち2軒に聞きに行って、はい、情報を聞きにね、ね、ツアーガイド使わへんのに。
そう、ガイド付きでツアーで行くと、うん、結構高くて600からみたいな、うん、で自分たちで行けるかみたいな、うん、聞いたらもう全然みたいな、そう、もうね、自分たちで全然行けるよみたいな、みんな行ってるよみたいな、そうそうそう、ほんまにみたいな。ただこの辺りってもう半世紀近く土地とか水の争いというかね、うんうんうん、そういうのがある場所でたまに閉まってるらしい。あ、山がね、で放送とかがある場所だから治安が良くないタイミングもあるってことで、うん、一応確認には行ったんですけど、ね、はい、拍子抜けするぐらい大丈夫でした今回は。ね、うん、まあそれこそねタイミング悪ければ、うん、最悪何かそういう争いに巻き込まれて、うん、怪我をしたり命を落としたりっていうこともあるとは思うんで、うん、最新の情報は必ずチェックしてこないといけないなっていう、うん、まあこの辺だけじゃないな、ネパールとかもそうだったしな、山賊がやっぱり出るとかもあるんで、うん、ツアー会社の2社とも、うん、もうしょっちゅう登山者が入ってて、うん、明日とか明後日行くなら全然大丈夫みたいな感じやったよね、うん、ね、ふぅ、よいしょ、はぁ、あ、山賊とかやっぱ聞くとさ怖いね、怖いもんね、うん、書いてあんのかな地球の歩き方とかにも。どうなんやろ、書いとうかもしれんけどな。でもガテマラのトレッキング別にそこまで有名じゃないやん、うん、多分イメージになかったしな。ネパールは地球の歩き方とかにも書いてあったはずなのよ、ほうほう、山賊が出ますみたいな。へえ、そうなんや。ふう、思ったより暑い、暑い、結構あったかい格好してきたのにね。みんな寒いよ、めっちゃ寒いよって言ってたからさ恐れてたけど、日中はここの今のところは大丈夫やね、むしろ暑い。でも日中がこの気温なら大丈夫、うん、夏のアルプスぐらいちゃう、冷えても、うんうん、秋とか喉、うん、は冷えん気がするけどな、うん、すごい急斜面、しんどい、はぁ、よいしょ、分かれ道、多分下は右で上で左って言ってたと思うねんけど、ちょっと迷ってたからな、お右あれ左みたいな、あどっちから向けそう確かに、この正面ぐらいにも山ありそうやけどな、あ隠れてんのか今、地形見ながら行ったら行けそうな気がするけど、なんだよ、あれ、あ、へえ、面白いな、なんかこういうの不思議、今までの心の登山ではなかったよな、ない、まあ、日本ネパールとかがこういう感じ、へえ、日本ではさ、あの間歩くとかあったからさ、登山口までみたいな気持ち今もう登山口やったもんね、先のところが、そうやな、不思議やな、へえ、いや道がちょっと変わった、砂っぽい、砂っぽいな、よいしょ、はいはい、めっちゃ喉かね、街歩きみたいな気分やったさっき集落やったもんな、ずっと、うん、ほんまにマヤの人たちの村やったな、うん、顔つきとかさ、うん、もう衣装の感じとかさ、うん、あのおでこにさ、うん、布当てて、うん、であの紐をさ、うん、背中の方のカゴとかに通して あれさ、はいはい、東南アジアでもあるよね、うん、なんかカズの写真とかでさ、うん、ミャンマー？
そうそうそうその辺の人の写真見た時にああいうイメージやったから、ミャンマーとかパールか、ネパールか、あの写真は、うんうん、ベトナムとかもああいう感じの、あ確かにね、人らおったしな、うん、顔つきも似てるっていうのが不思議やな、なあ暑い暑いな、ほんと、もう標高3200ぐらいあるのに、さあ暑いよあれ食性が寒いんかな、食性がそんな標高高いからせえへんけど、ほんまに全然なんか低いところにいる気がする、まああのちょ息が上がるなそうやな、ピコドオリサバよりもさらに緯度が下がってるから、うん、あ植生とかもさ、うん、標高が、うん、さらに高いところでも、うんうん、生きていけるんやろうな、そっか気候的に、うん、面白いな、山頂見えたやんか、えあれやろ多分、え違う、あれ、あすごいボコンってしてる、ドーム状の、へえそんな形なんや、森林限界存在せんねんな、なモリモリしてるっぽいよね、待ってろぞ、じゃあ待ってろよ、待ってろぞ、あっちあっちいいな、思ったよりあっちいいよ、道がずっと林道ですね、これはひたすら林道歩きみたいな、林道歩きやな、日本やったらまだ登山始まってないって感じやな、登山口について、ああこっからこっからかよみたいな、こっから 1500m 登るんかみたいな間違いない、でもここは違うから、登った先に山頂がある、きっと林道が終わった頃にはもうだいぶ山頂近くこの調子やと言った、待つばっかりやなこの辺、ね、親近感湧く、待つ29年マス歴29年カズもやろあっちから来まして、真ん中を突き進んで登ろうと思います、吐く息ちょっと白い、そんなに気温高くないんかな、太陽が強いだけ、うん、やっぱ赤道に近いからさ、風だけだったら冷たいもんな、止まると涼しいみたいな、でも涼しいって言っても夏山じゃない、ああそうやな、全然確かにアルプスっぽい、うん、アルプスっぽい、冷たい風やけど暑いみたいな、そうそうそう好き世界一簡単な地域最高峰じゃないもしかしたらかもしれん、その治安の部分だけじゃない、うん、じゃあなんかさ、ブワーって砂煙が歩いたところ上がってさ、うん、ちょっとかっこいいでじゃあすごい、うんかい、山ばっかりやな、一気に開けた、タフムルコ近っ、あれあれ4200m すごいな、ほとんど登った感じせえへんけど、なんかすごい形しとる、しんちゃんのお尻みたいな確かに割れてる綺麗な形、急に開けたな、ここでやっと林道が終了、ね、ここまでもしかして来る車、これツアーやったらね、うん、であっちにさ、あれ雲の上に見えてる山は何でしょう、うん、山、めっちゃ山って形してるやん、漢字のほら山確かに山の成り立ちの時あの絵やな、まさに山やんあれ高菜、高菜山、高菜山、高菜山、うん、へえ日本みたいな名前、漬物食べたらなるな、の
食べたい魚のおにぎりとか、うん、おにぎりに見えてきたでも今日はおにぎりはありまあ、せんボルカンタフメルコ、うん、あれさ、うん、ウィキペディアの画像じゃない右のやつ。ああ。ぽくないぽいぽいよな、うん、ちょっと調べてみよう。同じやったらびっくりするわこんなちゃんとした看板あんねんな。天気のこととか書いてあるやん、うん、車で何持って行ったらいいかとかの。あ、ニット帽は持ってないですね。持ってきた。あ、持ってきた帽子と迷って、いや寒いって聞いたから、うん、ニット帽やろうって思ったら今んとこ出番ない。全然ないゴミ箱もあるやん。うん、すごいよな。誰かでも回収してるの。してるんじゃないの。そこにゴミめっちゃ捨ててあんねん、なんか自然のところに、うんうん、ゴミ箱溜まったらそこに捨ててるんじゃないちょっと思うまさかのそんなことはないか、さすがに、うん、それやったらもっと溜まってるか。そやな、風強いから飛んでるとかもあるかも。いやないかな。ゴミ箱があってもゴミ箱に捨ててないだけかな。それもありそうへえ、行くぜキャンプ場。はあ、やっぱ登山道っぽいな。な。この辺のテント張ったっぽい赤あるな。な。どこでも晴れそう。何この歩きやすい道。下りめっちゃいいやん。楽やな、こういうところで。素晴らしい。ありがたい。ちょこちょこゴミ箱あるし。な。な。しかもゴミ箱あれさ、うん、くるって回るタイプなんですよ。へへ、結構人入ってそうやな。うん、これやっぱ燃やしてそうじゃない、ゴミ。せやな、ここに溜まったやつを、うん、こうひっくり返して、うん、燃やして燃えへんかったやつだけ置いてある気がする。そんな感じするな。だから回収されてるってわけじゃないねんな。うん。下界にもちゃんとした処理施設が多分そこまで整ってるわけじゃないやん。うんうん。メキシコの田舎の方でもさ、もう埋め立ててって感じだったからさ、うんうん、山の方に。ってなったらまあそうね、ここで燃やしちゃった方が手間ではないよね。うん。とは思う。うん。すごいなんか残念な景色ではあるけど。うん、そやな。ケルン大聖堂次だはあ、暑い、はあ、息が上がる、はあ、森に入ったな。富士山山頂あたりの標高から森に入った不思議や。これ抜けたらキャンプ場かな、天場かな。一気に標高上がってるもんな。でこの森の区間、正解の道が分かりません。
ありすぎ道。とりあえずでも尾根沿いに一番高いところを目指せば行けるとは思うけど、あ、天気とかもないもんな。な、宮戸だけやな。どうなんやろ、その木が削ってあるのが目印なんかな。あ、気のせいか。木だけ。途中から尾根の隣巻いてるな。だいぶ近づいてきたんや、山頂。今さっき降りてくる人おったな。うん。15号って言ってたから、あとちょっと、行ってるよ。まあ、止まりやしな、今日。ほら。のんびり登山。日帰り全然できるな、これ。余裕でできる。朝6時とか7時ぐらいに、うん、シェラ出たら荷物減らして。確かに、まあ、帰りのバスがあるかどうかはね、うん、多分あると思うんやけど、トレランみたいな感じで登っちゃえばさ、うん、お昼過ぎには降りちゃうな、ね、朝からの、うんうん、シェラから移動してきたら下りはさ多分さーっと帰れるよ、うん。テープあるやん。あるんかい。で、こっちに謎の踏み跡もあるけど。どこ行くの。こっちから上がってくる人おるんかな。もう分からんよな、道ありすぎて踏み跡が。自由やん、これ。とりあえず高い方登ればいいみたいな道が。いや、ほんまそうなってる。だいぶ上がってきたな。ね。やっと尾根って感じやな。うん。山感がある。道自体はすごく歩きやすいな。うん、どっちってなるけど、まあどっち行っても大抵正解。合流してるよ。天気出てきた。いい天気が。ああこれ。うん。まや。あともうちょっと。よいしょ。来ました。キャンプ場。ふう。結構テント張ってあるな。ふや。全然標高高い感じでね。はや、馬がいる。すごい。背負ってくれるってこと？ただ。ええの。じゃあテント張ります。よし。チョコラーでスーパーで買いました。おお、板チョコみたい。かわいい。わった。
白い。カレールーみたいな。ね。どんな感じになりますかね。無事到着しまして、テントも建てまして、チョコラテタイム、イエーイ、幸せやな、うん、思ったよりなんか広々して綺麗なキャンプ場やからさ、すごい心地がいい。ね、ね、木漏れ日が、うん、後ろはめっちゃテントがあるんですけど、はい、多分ツアーやね、あれは、うん、いっぱい立ってる。お馬さんが3頭3頭もおるんやぐらいいるね。めっちゃ草食べてる。食べ放題。いいやん、いいやん。うわ、ちょ、陰ってきたら急に寒い。もうあれやな、テントの中撤収やな。なお家に帰ります。スーパーで買った子たちがパンパンに膨らんでる。ボーン。これはハンバーガーの肉。イエーイ。その1。その2。イエーイ。明日の朝分も欲しいやろ。うん。確かに。無事か？野菜たち。無事か？無事やで。おー、よかったー。こいつは強い。よかったー。よかったー。こちらカズクッキング。まな板がない。ワイルドです。なんかしに来たいけどな、綺麗かどうかわからんもんな。そして私はこちらのマンゴージュースを作成します。こんなになってるから水に溶かすって感じ。体に合わせるやつ。でもビタミンって書いてあるよ。A、B3、B5、B9、C めっちゃ入ってる。うん。ドゥ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 。いいね。アボカド。綺麗。めっちゃ綺麗。美しい。いいですね。大当たりですね。あれ全然取れ。え？え？ん？ピッて言った。割れた。そんなことある？硬いんかな、身がまだちょっと。あ、まあ、食べれそうだけどな。うん。イエーイ。準備完了。ハンバーガーを作ります。あとは肉焼いてパン焼いて挟むだけ。イエイ。おしゃれ。おしゃれ。アボカド、トマト、うん、そして柴犬色の玉ねぎ。最近ハマってる料理系 YouTuber の人が、うん、のキツネ色のことをさ、柴犬色って言ってるから、ちょっと真似していこうと思って。リスペクト。なんかいいやん、柴犬色。確かに可愛いな。じゃあ。いい絵、いい絵面。おお。2万円先行っちゃうか。いいよ。じゃあ行っちゃえ。はい、入って。ダブルバーガーやん、これ。すごい。マクだったら追加料金かかるから。行くね。パテ2枚は。それ、もりもりやな。食べにくそう。ビッグマックみたいになってる。アボカド入りってやばくない？豪華すぎんこれ。いける？うん。チーズ。あ、やばいやばいやばい、ちょっと落ちた。チーズチーズ。まあしょうがない。後で入れます。で、ケチャップ。やばい、あのなんか上手にケチャップとかそういうのは無理なやつやった。え、無理でしょ。むしろそれ上手に食べれるんか問題あるから、このボリューム。よし、こんなもんでしょう。はい。で、ふた。たわあ、すごい、すご、完全にバーガーや。バーガーキング。もっとこが5個食べていいよだっけ。いや、上手に絶対食べれない自信がある。いいよ。いや、難しい難しい、食べ方がわからんこれの。だってもうパンしか食べれへん気しかせんねんけど。ほらほらほら。ほら、パンしか食べれない。ちょっとだけ玉ねぎきた。美味しい。もう美味しい、すでに。
美味しい。お肉いった？ちょっといった。うん。これ売れるよ。で、お食べ？いいよ、さっき食べちゃって。分かった。順番こで食べよう。うん。うん。美味しい。どうしたん？美味しい。さっきとなんか違う？お肉を今回はカツみたいになってるやつで、おお最高やろこれは。ということは？ん？ということはこれは何ですか？あ、これはもうセミータスです。おお。美味しい。いいね。うん。だって具材もほぼ一緒じゃない？まあ確かにね。ね。すごいリゾットみたいになってる。トマトチーズリゾットみたいな。ショートパスタ。イエーイ。チーズとトマトの。うまそう。めっちゃいいやん。今日はあともう一品作ったらおしまい。はい。どうぞ召し上がれ。イエーイ。どうぞ召し上がれ。熱そう。すごい。おーおーおーい。嬉しい。猫舌なんで慎重に。うんうん、めっちゃチーズ、おいしい。うん、これチーズがもういけてる。このいっぱいたっぷりチーズ、ほら。おお、いいね。チーズがさ、大きいのしかなかったんよね。だからもうここぞとばかりに使い切るためにたっぷり。最高。カフェムルコ。え？水平がわからん。